こんばんは、花江夏樹です。小野健翔です。江口拓也です。来ました。まあ、そう今回はプラグ&プレイというゲームをプレイしていきたいと思います。このさゲームさ、すごいなんか見覚えがあるんだけど、はい、そうなんですよ健翔さん、以前我々2人でほぼアドリブでやったね、やったキッズという、ああ、あのゲームね YouTube で見た。あ、本当2人のやつめっちゃ感動的な話なあれアドリブなの？そう、あれアドリブで、本当にアドリブ。俺僕らのゲームの内容全く知らずに始めて、よく生み出したね。めちゃくちゃね、途中からミラクル起きたんですよ。私もなんとなく人生過ごしてきたけどこの動画を見て変われましたと。マジでそんなに影響受けちゃダメじゃない、そういう影響を受けた人が多数、うん、心配になるよ俺は。したので、うん、今回はその作者さんの前の作品、あ、前の作品なんだ、プラング&プレイ、こちらを江口さんを加えて、まあね、みんなでやったら面白くなりそうだねって話したもんね。そうそうそう、なるんじゃないかなと。しかも今回は2人じゃなくて4人だから1人全戦力外じゃん何やんの、聞いたことないですけど。なので、こちら始めていきたいと思います。まずはこの画面、うん、大丈夫、それ刺したら世界終わるとかない？刺しますよ。いいよ。うわー、はい、何が始まった。プラグ&プレイ始まった。え、友達になるの？ちょっと待って、関節が長い長い僕これ一回プレイ済みなんで、ストーリー的には分かってるんですけど、なんで今回お二人にちょっと世界観をお任せします。俺の名前はマサオ、人々の心に元気というプラグを刺しに出かけているものだ。結構使命感を持ってるんですね。私は数多くの人間の元気の…左に元気がないやつがいる。人格二つあるの？ああ、右にもいる。というか俺頭の部分を忘れてきちまっている。俺の頭どこだ？乗っ取られてるじゃないですか意識。まずは頭を探しに行こう。俺の頭はどこだ？いろいろこうやっぱ探し回ってるみたいですねこれ。どこだどこだ、頭がない。ああ、いつ動かない。気持ちいい。もっとやって。ここかな。気持ちいい。プラグの部分。はい。ここは気持ちいいちょっと。あ、マサオそこなんだね。マサオここが好きなんだね。そう。ここは。もうダメ。もうダメだ。もう無理、もうあったけない。プラグ、プラグはどこだ？どこに行くんだ？いやー、こう、ブレイ。俺は小野健翔。そうだ、俺の名前は小野健翔だ。2人いるし。俺は毎日こうやって走ることによって電力を生み出し、 0.1W、0.2W、0.3W、 レッゴー。お、切れた。いいの本当に刺して。これ刺すとどうなんすか？まさか、そろそろ意見が欲しい。教えてくれお前の意見を。もう一人生まれる。じゃあ刺してみますか。はい。あ、このボタンを押すと生まれるんじゃない？押し、ほんとだ、生まれた。じゃあこれ新たなキャラクター。お、おぉ、いや今日も一日頑張ろうね。お前さ、昨日なんで休んだの？お前さ、昨日なんで休んだの？お前さ、昨日何してたの？いや、それ言えねえって言ったじゃん。そんなこと気になるじゃんかよ、教えてくれよ。だから言わないって約束バレるからさ。バレるって、俺とお前しか今誰も聞いてねえから大丈夫だよ。マジで、マジ。ああ、癒される。お前それ以上言ったらやばいぞ。おい、もういいや。俺もういいや。やめとけって。俺もういいや、もう。ねえねえねえ。
ねえねえねえ、何この先何があるか分かってる？え、この先分かんない。この先さ、俺たちどうなるの？俺たち別にそんなどうにもなんないよ。そうなの？将来のことなんて分かんねえし、仕事もしてねえし。俺は夢がある。え、夢？俺の夢は可愛いプラグを俺の頭に刺すこと。おい、それは言っちゃいけねえだろ。それここで口にしたら消されるぞ。誰だい？誰だい？可愛いプラグ刺したって言ったら誰だい？こいつです、こいつ。こいつが言いました。俺は何も言ってないです。お前か。ダメだ。あなた誰ですか？俺はここの監査官だよ。監査官？監査官？監査官だよ。監査官？タコサクだ。タコサク？そういえば聞いたことがある。え？大宮地区のタコサク。大宮地区？やつに見つかったら最後、もう二度とプラグを刺すことはできない。ちょっと待って、お前が言ったんじゃなかったか？俺か？ちょっと待って、お前か？俺じゃない。お前が言ったんだよな。俺じゃないよ、お前だろ。花江。花江君。お前花江っていうのか？違います。名前なんて言うの？イカスケです。イカスケ？お前イカスケっていう名前だったのか。じゃあそこのお前は？エビスケ。あの、タコスケさん。タコサクだ。俺はタコサクだ。タコサクさん。何するんすか？タコサクさん。何するんすか？こいつが言ってた。拉致が開かないから、はい、とりあえずこいつをやった。そんなの、よくないでしょ！お前も何やってんだ、いいや！俺は左だと思うな。まあ、僕も左だと思いますけど、ね、右だね。ちょっと理由ちょうだい。それ聞きたい。いや、もう右か左かで言ったら、うん、やっぱとりあえず右。今までどんな選択肢が来てても、うんうんうん、必ず右を選んできた。よくわかんないから左にしよう。え、うっ、何今の？あ、まずいよそれ。あのさ、線が X になってるじゃん。これがあの交わってやっちゃうと、はい、この後の人物が全員 X になる。やっぱ交わってるから、はい、いろいろとまずい。これまずい。なんか現象の名前とかついてるんですか？名前なんてあんの？これの現象の名前は、はい、X。きわどいなあ。あ、出ちゃうよ。出ちゃう？うん、あ、お尻。出てきた。ほら、怪物フェックス。あ、フェックス。これが？これ怪物フェックス。ほら、どんどん出てくる。まだ生まれる。あ、ええ。ほら、このフェックス二つ、うん。やばいよ。あ、やばいよ。ついに。あ、ああ。ほら、あ、ね、ピンってなったでしょ。フェックスが反応してる。いや、これもうフェックスダメだよ。あ、あ、危ない。フェックス封印しないと。封印された。封印のフェックスモンスターになっちゃうから。これも、あ、もう一個。あ、危なかったっすね。封印完了。あ、でもフェックスついにこの二人が出会いましたね。Hello. あー、こんにちは、外資。これフェックスですか？これモンスターフェックスだ。モンスターあ、この子モンスターフェックスですか？もうなってる。はぁ、あ、大変。なるほど。どこから出会っ、どこから出会いましたかっていう。いや、そっち行っちゃったか。もう一回聞こう。もう一回あえて。うん。 Do you know me? How could I know? I know だよ。 I know モンスターだもんって。もう狙ってるんだから。あ、なるほど。もう理屈じゃないんだ。 No You don't? NoNo. Yes. No. No. Yes. No. 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 あ、もう押し問答だ。No. お。No. No. 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 終わらないぞこれ。No. Yes. No. あ、いなくなっちゃった。怖くなっちゃったね。あ、
モンスターフェックスが新しい女の子と出会いました。モンスターフェックスって孤独な存在なんだね。ああ、じゃあ友達を探してるんですかね、モンスターフェックスは。誰もなんかフェックスのことを分かってくれないね。Do you love me? 愛してるかい？分かんない。分かんない。僕のこと愛してると思うよ。結構強引ですね。だから友達いないじゃないですか。I love you. モンスターフェックス強引だな。Hug me. I do love you. I do love you. I don't. ほら。It's hard.No. まあ、それはもうフェックスが悪いよ。フェックスが悪いよ。ほら、やっちゃった。かわいそう。友達一生できないんじゃないですか、このままだと。かわいそう。やっぱ本人の行動に難ありっていう。モンスターフェックス、もう僕なんていない方がいいんだ。もう嫌だ、僕はもう。これはフェックスの、もしかして心の中かもしれないですね。心の中に入りましたね、今。もうつなぎたくない。誰とも僕のことを愛してくれない。誰とも心をつなげてくれない。もう終わりにしようよ。人と関わるのなんてもうやめにしようよ。もうやめなよ、フェックス。これ以上友達を探しても辛いだけだよ。傷つくだけだよ。やめちゃいなよ。やめちゃいなよ。誰かが僕を誘っている。君の中のフェックスを解放しよう。僕の中のフェックス。君はフェックスでいいんだよ。フェックスを恥じることはない。フェックスはフェックスだよ。君は一人でいいんだ。そう、一人でいい。一人でもハグはできる。ハグはできる。あ、そして一人でもフェックスはできる。これがフェックス。どこだ。来ましたね、タックスさん。え、おめでとう。え、なんだお前ら。おめでとう。ここはどこだ。ここはフェックスワンダーランドが生み出した本当の世界。本当の世界。僕の名前は絶望1号。絶望1号。そして僕の名前は絶望4号。絶望4号。2号と3号はどこに行った。2号と3号は消えたよ。消えた。だいぶ前にね。だいぶ前。あれは確か2月の頭だったか。雪が降るあの日か。こうやっていつものようにつながって時間を過ごしていた我々。ああ、暇すぎてしりとりをしていたな。そうなんだ。ああ、絶望1号がまずリンゴから始め、絶望2号がゴリラ、そして絶望3号のラがラッパー、ラッパー。絶望4号がなんて言ったんだ。パンって答えたんだ。そう。え、そうすると前のやつが消えてなくなる。怖い。それを繰り返した。俺たちは絶望3号が消えた後、もう一回しりとりが始まったんだ。しりとりリンゴゴンゴンって言って絶望3号は消えたんだ。違う、絶望2号だった。絶望2号。絶望2号。俺たちは1号と4号だ。そう。そして今1号と4号の間に挟まっているのはタックス。ちょっと待って。君だね。俺さあ、しりとりを始めよう。やだ、俺はしりとり。行くぞ。やだやだ、しりとり。え、ちょっと待って。しりとりでも間に挟まれたものは今まで消えていった。やだ、なんあ、リン。どうした絶望1号。体が、体が、し、あ、
ワイドワー絶望1号絶望1号お前なぜ私を消そうとした。人を消さないと自分が消されちゃうから。もう一度知りたいだもう一度だ。もうやだ。くそ俺はこのまま負けて倒るか。行くぞ。やだ。しりとりりりりりりんりん。絶望しよう。当たり前だ。当たり前だ。まさか同じことをされるに決まってる。うわ、絶望しよう。ああ。ディン。はあ。これはむずいな。むずいね。